はっきりホルさん新番組はっきりの時間です。はい、この番組ではこのワールドの観光スポットなどを紹介します。はい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 。今回ご紹介するのはこのワールドに新しく誕生しましたタワーイズハウルタワーイズハウルです。ちょっとあこれねタワーイズハウル名前大丈夫あの君がタワーになっちゃうけどいいんですかあのすごく高いですね。あーハウルはちっちゃいけどね。早速中へ入ってみましょう。あーはい、わかりました。タワーイズハウルっていう名前やばくない？ハウルはポンです。おーすごい。え、こんな早く登れるんだ。へーすご。なんか誰かいるけど、ここからワールドをご覧いただけます。へーいた。え、中に入るとよりタワーの高さが、ね、誰だお前たちファー誰だお前たちファー俺ファー、ここのチケット持ってるんだぞ、俺フォー映すな。え、なんか絡まれてるんですけど、ハルさん、てんてんてん、え、ポルさん先行きましょう。え、これ何も触れないの？俺なんかあれ思い出したんだけど、俺さ、あの浅草の雷門行った時に、あの上ジョーラのおばあちゃんがなんかあの水飲む場所みたいなところで体拭いてたの思い出したわ。ここは、こちらはレストラン、レストランでハウルです。全部お前の名前言ってんの。レストランでハウルでは綺麗な景色をご覧いただきながら美味しい料理を召し上がっていただけます。外の景色マジで見えないんですけどせっかくなのでいただいてみましょう。あ、料理をね。あー料理をね。はあ、はいはいはい。お、なんかいる。いや、なんで今一周したのなんで一周したの今。あ、ここに座れと。はい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 。遠すぎんだろ。別にここでもいいだろ。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。あ、店員さん。あ、はいはいはい。こちらのメニューから料理をお選びいただき、ご注文がお決まりになられましたら、こちらのベルでお呼びください。これがメニューですか？お、ちょうど。当店のおすすめは、たっぷりプリプリ、エビとの久々の出会いと別れを経験したシェフのお気に入りシーザーサラダでございます。長えな。じゃあ、それでいいです。それでいいです。じゃあ、おすすめください。お待たせいたしました。あ、はい。ポルさんお得意のショップクレポをお願いいたします。サラダのはずがなんか金リンゴ来たんですけど、あーそうですね、なんか全然違うメニューが、すごいです、リンゴの匂いが。はい、さすがポルさんですね。この食材から感じられる産地直送でしかありえない、なんかでかしかないので、ありがとうございます。長い。はい、もう夜じゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いただきますって言ったらごちそうさまでした。はい。はい。ありがとうございました。お会計は鉄ワンスタックになります。あ、これないので、じゃあこれで。あ、じゃあこれで。あ、じゃあエメラルドワンスタックで。こんなにあげたのこんなにあげたのにダメなの？今回だけですよ。あー、すいませんね、本当に。ありがとうございます。それでは次へ行きましょう。はい。ごちそうさまでした。は？え、やばい、なんか来たんだけど。え、さっきの人来たよ。またお前たちか。何を撮っているんだ。所詮地方のローカルテレビかなんかだろう。しょうもない。俺ファー。はぁ、ないんだろうね、きっと。俺ファー。俺がここの社長様だぞ。俺を映すな。やばいよ。ちょ、春なんとかして。また来ましたね。気を取り直していきます。え、これ対応しないんですか？あの、対応しないんですかこれ。対応した方がいいんじゃないの？はぁ、あ。あ、夜だ。すげえ。見てくださいよ、この景色。素晴らしいでしょ。確かにね。まあ、こんな高い建物ないからな、このワールドに。ちょうど夜で、なんか綺麗だし。夜になれば花火が打ち上がりますよ。え、マジで？どこに打ち上がるんですか？見てみたいですか？あ、見てみたい。お願いします、花火。では、ご一緒に。はまやー。え？はい、次行きましょう。お、すげえ。お、すげえ。すげえ。おい、まだいるのか。あ、ちょっと。また来たんですけど、この歯抜けた人。
ちょ、なんとかしてくださいよ、ハウルさん。一応撮影じゃないの、これ。なんかいるよね、こういう人。本当にいるよね、こういうの人、マジで。泣いた、殴られた。なんかマジでさ、あの、浅草の雷門に初めて行った時に、ほんと普通におばあちゃんが、上半身裸で、いや、なんなら、なんか下のズボンも破れてて、ほぼ全裸みたいな状態で体拭いてた。あれビビって俺あれ見た時、おーすげえ、これが東京かーってなった。そのおばあちゃん別に絡んでおかなかったけど。お、ちょうど朝日が。なるほど、これも計算づくってことっすか。すげえ。おー、さらに高い。着きました。ここが最上階です。すげえな。確かに。高っ。このワールドで一番高い景色ですよ。このワールドも成長しましたね。誰目線で言ってんだ、こいつ。ほんとと高いですね。日本語がなんか、日本語不自由ですか？あ、来た。あ？お前ら、こんなところにまで来ていたのか。ここは、私の VIP 空間だぞ。どうせ YouTuber の真似をとかなんかだろ、しょうもない。確かに YouTuber ではあるんですけど、あ、なんか来た。社長、ここにいらしたんですか？は？あ、なんか社長って言ってた気がする。そういえばこいつ。ミー君か。こいつらが私の話を聞かないんだ。あ、え？あ、そういうこと？社長、先日お話ししたはっきりさんですよ。あ？俺は聞いとらん。怒ってますけど。社長いいから行きますよ。連れて行かれた。あ、本当に社長だったの？あ、本当に社長だったんですね。確かに。あ、本当に。以上、タワーイズハウルをご紹介いたしました。ホルさん、ついに10人クラフトには病院ができました。ほう。病院か。まあ、確かになかったな。早速中に入っていきましょう。その前に検温と消毒が必要ですね。でもさ、病院ってすんの？俺、最近病院行ってないからわかんないんだけど。病院って検温すんの？素朴な疑問。だって体調悪いから行くんじゃないの？するでしょ。あ、そうなんだ。え、じゃあ熱あった場合どうなんの？怪しまれ流。こう、隔離室もあるので。あー、ごめんごめん。はいはいはい。中に入ってみましょうね。オッケーオッケー。へー。まあ、ちゃんとしてるじゃん、そこそこ。まずは一回、ここ待合室です。病院ってさ、なんか、でかい、クソでかい病院ってマジで、めちゃくちゃ待たされるよね。俺、あれマジで無理。こっちはなんか38度とか9度とかあるから来てんのにさ、なんか超、ね、なんか2、3時間待たされるじゃん、普通に。あれやばいよね。俺なんか一時期39度連発する時期があってさ、めちゃめちゃ病院行ってたけど、なんかでっかい病院行った時最悪だったな。それでは2階に行きましょう。ここでは2つほど診察室がございます。結構でっかい病院だけどね。診察室2つしかないんだ。10人ですからね。ああ、まあ2つあれば足りるということか。はあはあはあ、確かに。そういえば僕も今日診察があるんで見ますか？え、いいんですか？あんま人の診察あんま人の診察受け見ることってないけど、あ、はい、ああ、そうなんですか。せっかくなんで。心療内科なので、の診察なので、ここですね、ちょうど時間ある。知り合いの心療内科の診察が一番やばいだろう。こんにちは、はじめまして、唐揚げです。はじめまして、本日はどのようなご用件で？最近人との関わりが怖くなっちゃって、まず人との関わりが怖くなった原因を教えてください。最近彼女に振られた時にスクショした LINE を晒されてしまって、振られただけで病んでるのに LINE まで晒されるとは思ってなくて、あー、すげえ辛いことがあったんだな。それから人との関わりが怖いんですよね。はい。あー、カウンセリングとか受けてみますか？わかりました。やってみます。こういう感じなのかな、実際。はい。ありがとうございました。終わり？逆者にありがとうございますって言う方。逆じゃないか。先生が言うのか。はあ、本当にカウンセリングっていいのかな。もう人信じられへんわ。急に関西弁になったこいつ。ウィン。あのね、ポールさん。はい。はい。なんですか？全然違う。え？何？どういうこと？は？何？何でもないです。終わりだよ。は？どういうこと？何？どういうことなんだよ。唐揚げの台本長いところあったから、ほう。訂正したのでやろうって言ったの。あ、はいはいはい。ガン無視された？は？どういうこと？頼んでもないのに何ティックしてる。喧嘩始まった。なんだよ。
どういうこと？待って待って待って、だって長かったもん。ちなみに、まあ、さっきの人話がわからない人に向けに言うと、唐揚げが彼女に振られたってみんなに相談して回って、でダイナメになんか LINE のスクショまで見せて相談したやつをまさかの全員がいるところで、あ、俺に貼ったんだっけ、あ、そうだ、俺に貼ったんだ、俺に貼って俺の DM に貼って、え、なんでそれ貼っちゃうのってなって、おいダイナメってぶち切れた話がありましたね。で、これ結局台本修正後なの、修正前なの、前。え、バークも多分それを言おうとしたってことでしょ。違う、え、違うの、バークは何だったの。精神科はあんな感じじゃない。やばい、本物。ちょっとバガチ勢いるんだけど、ガチ勢来た。あ、なんか矢刺さってるし。あ、そうなんだ。あ、あんな感じじゃないんだ、精神科って。どんな感じなの。先生にもよるけど、ほう、確かに急にカウンセリングないんだよ。お前も受けたことあるの。カウンセリングは結構後だね。お前も知ってる。待って待って待って。どういうこと、待って待って待って。おいおいおい、とりあえず世間話から始まる。あ、心療内科ガチ勢3人ぐらいいた。お世話になった。あー、すげえな。心療内科が関わったことある人がこんなにいるんだ。もうすでに4分の3。あ、4分の2だった。俺は知らんけどって言ってる。わかんない。ハウルもそうかもしれない。知ってたし。4分の3が心療内科ガチ勢でした。